あそこで練習してるの誰ですか？あ、しんごちゃん。おはようございます。先生よろしくお願いします。な、もう練習してるんですか？もう個人的にひどいんで、はい、ジャパンオープン早く帰ってきましたよね。いやいや、もうずっとですよ、この2ヶ月。何がそうさせてるんですか？まあ全部悪いですね。全部悪い。全部悪い。じゃあその辺ちょっと僕もプロが取り組んできたスイング改造から。はい、はい、逆に僕調子良くなってきてます。あ、本当ですか？はい、スコアが出せるようになってきてるので。あ、本当ですか？はい、ただまだやっぱりダメですね。もうミス9ホールのうちにやっぱ OB が1個出るとか、はい、トリプル叩くとか、はい、そういうのがあるので。いやいや、トリプルとかだったらいいですよ。僕ダブルパーとか打って試合中にそれは何とも言えないけど、はい、はい、全然可愛いもんですよ。すごいですね。今日もいろんな器具を使って練習してます。すごい、やっぱ練習の虫だな。いやいや、もうちょっとどうにかしないとね。何が やっぱどっか違和感あるんですか？いや、違和感しかないです、もうやってて。おお、はい。でも KBC オーガスタで私仕事で行った時に調子良かったじゃないですか。いやいや、あれもダメですか？8月から僕予選取ったら1回だけですもん。あら、あの時に18番のロングで、はい、めちゃくちゃいいバーディーを見たんですよ。はいはい、1個ありました、ね、ありましたよね。はい、さすがだなと思って、はい、目の前で見てたんですけど、私がいたのが気づかなかったでしょ。気づかなかった。全く気づかなかった。それはしょうがないですよ、もう試合集中してますからね。今日はよろしくお願いします。お願いします。今日は徹底的に上手くなる。よろしくお願いします。邪魔しちゃいけないからね。明日の夕方から私、はい、18番いらっしゃったんですか？全然わかんなかったです。レポート出してた。え、ちょっと待って、慎吾ちゃん、また商売考えてるの？いや、そりゃそうですよ。今これね、練習器具なんですか？はい、練習器具、これをどうやってお金にしようかと思って。さすがですよ。はい、いつもシャフトを言ってたじゃないですか。はい、これだと、シャフトだと、はい、まああんまりよくわからないから。ちょっとね、鋭角なんですよ、シャフトだと。これは、はい、まあ目線もよくわかる、はいはい、ヘッドの動きもこうだってわかる、はい、あとは一番大事なこの手の動き、はい、手がこう、ね、うん、手のラインがこうちゃんとこのプレーンド、うん、このアイプレーンに乗ると、はい、うん、綺麗なまあインサイドイン、まあまあこれが本当のストレートなんですけど、この形に動けばストレートなボールが出やすいです。出ていくと。いうことね、これは首切りじゃ無理ですからね。はい、あ、上げてって、うん、大体アマチュアの方って上げてって、はい、このこうやって来ちゃうわけです。そうですね、はい、これがいかにこのプレーン通りに手がこう降りてくるか、うんうん、っていうのは、まあ、あとは体の使い方とか、ね、やっぱり体の近くを通ってますよね、はい、上手い人たちは、はい、下手な人たちはやっぱ下手な人たちが、まあ、世界の8割9割の人が、まあ、まあ離れていきます、ね、ですよね、はい、それをこう、まあ、残像もちゃんとイメージさせて、はい、こういう風に振った方がいいですよって、うん、もう置くだけですから。いや、これね、非常にいいですよ。これ室内でもこれ置くだけ、世界中で使えるっていう。出張にも持ってきますよ。スーツケースに入りますから。スーツケースに入るし、はい、なんかね、獲物がいたら投げてね、ブーメランで、はい、ブーメランのようにね、はい、家にない人はブーメラン使ってもいいかもしれないですよ、ね、本当ですよ、ね、はい、クマとか襲ってきたらこれ投げる。いや本当に、はい、ちょっと持っていいですか？どうぞ。あ、意外としっかりしてますね。まだ重いんですよ。重いですね。軽量版を今、考えてますね、はい、かなり重いですね、持った感じ。世界中の出張に持っていけっていう。いいですね、出張のアイテム。ホテルでできます、ね、ホテルでできます。でこれに今度は室内でまた触れるやつを今考えてますから。いいです、ね、そうするともう出張はゴルフ行けなくても、うん、鏡の前でこれだけ振ってけという、はい、そしたら上手くなりますよっていう道具を考えようってう。永久シードを持っているプロゴルファープラスビジネスマン。いやもう、ま、それはもう、はい、任せてください。その辺は青空に映えるな、はい、ありがとうございます。これはいい。これはね、すごい分かりやすくていいです。いいですね、はい、私なんか地面にそういう
絵を描いて練習した方がいいなとは思ってたので、はい、そうですよね、もう最高の器具ですよね、はい、これでもすぐどっかで真似されそうなんですよね、もうこうやって喋ってる間にもう絶対誰か作ってますから、間違いない。そうなの、特許入ってるって、はい、誰が特許取ったの、あ、エリートさんが、あ、このエリートグリップのあれで慎吾さんの意見取り入れて、エリートさんがもう特許取ってる、さすが社長、すごいな、ビジネスも。片山慎吾プロとか、まあ、やっぱプロフェッショナルの人たちが目指す領域と、アマチュアのほとんど試合に出たことないおじさんたちが目指す領域があると思うんですよ。だからプロを目指すよりアマチュアの、ね、トップレベルのゴルフを目指す方がいいんじゃないかなと、私は去年の YouTube からちょっと感じ始めてるので、アマチュアとして趣味でゴルフやってるおじさんとしてのちょっとトップを目指したいと思います。ほとんど試合出ません。ゴルフさん全然そういうなんか試合は出てないんですか。昔ね、はい、10年ぐらい前に、はい、2、3回出まして、やっぱ手震えましたよ最初、そうですか。あのティーアップでボール乗らなかったんですよ。あ、そうですよね、あの周りで見に来るじゃないですか、で僕ら 見慣れてるんですけど、やっぱ下手こいちゃダメだなって、ティーショットってあれですもんね、あビビりましたよ、私も仕事はお笑いだからこけてもいいけど、はい、ゴルフはちょっとそういうわけにいかない、そうなんですよ、もうその一打で あいつあんなもんだって思われちゃうじゃないですか。そのホールね、私ねバーディー取ったんです。いやー、やっぱ持ってますね、たまたまですよ。でも震えはね3ホールぐらい止まんなかったです。やっぱり ね、でもあれがいいんですよ、緊張感としてね、あれにやっぱみんな魅了される。はい、だからいずれねまたちょっとねこのしんごちゃんに、今ゴルフ何歳ですか。54です。54、来年から普通にシニアに出れるんですよ。55から、そう、55からアマチュアはシニア競技に出れるから、はい、関東シニアとか、はい、そういうのを目指していきましょう。いいですね、シニアを目指すっていうテーマで今今週の、今回の YouTube できましたね、これ。できました。55からシニアを目指すための YouTube。はいはい、どうですか、これ。いいと思います。競技を目指す。はい。あ、これ面白いじゃないですか。ゴルゴは55っていう年になります。ゴルゴの、はい、55歳からのシニアのアマチュアの試合に出ていくぞっていう挑戦ですよね。それいいじゃないですか。で、それが僕が応援しながらやるっていう。できた、お願いします。やるしかないじゃん、それやりましょう、やりましょう、それ面白い、よし、55から試合に出るぞ。そうです、それやりましょう、やりましょう、はい、こういう目標が決まった、いろんなことが出来上がりますよね。そうですね、はい、はい、あ、これ最高、目標決まりました、それやりましょう、全国のシニアの皆さんライバルだ。え、昨日慎吾ちゃんどこにいた？昨日はもう本屋さんに2時間ぐらいいて、まあいい本6冊ぐらい買ったんですけど。本屋に行くんだ。あ、僕は結構本屋行きます。え、本が好きなの？で、やっぱりこう僕ね、今まで人生でね一番ダメだった時ですよ、プロになってすぐぐらいの23、24ぐらいはもう、あ、やっぱプロゴルファーなんかなんない方が良かったなと思った時があったわけですよ。はいはい。まあその時ってもう本当、まあゴルフだけやっときゃなんとかプロで成功するのかなとかいろいろ思ってたんですけど、はい、まあそれじゃいけないんだろうなと思って、もうもともと僕こう高校生からやっぱりこう本が好きで、はいはい、特にまあ、自己啓発の本が好きだったんですよ、うん、もう5歳、16歳、はい、17歳ぐらい、気持ちを強く持ちたいですよね、はい、で、まあプロゴルファーになろうとは思わず、うん、あ、で成功するにはこういうのが大事なんだなっていうのをこう思って、うん、だからもうまだ真っ白い時に
そういうのを読んでたから、はい、あ、成功するって簡単なんだなって結構思ってるタイプなんですよ、まあ、今でもそうなんですけど、うん、でその時またこう迷って全然ダメになった時に、まあ久々に本屋行ってみようかなと思って、まあ、ずっとこう本当に真剣に悩んで 本屋に行ったんです、はい、したらね、今でもその本を持ってるんですけど、その本がね落ちてきてるんですよ。本がね落ちてきてるんですよ。落ちてきてるんですよ。落ちてきた本の棚から目の前にバサッと、え、なんだって思ったら、僕の悩みにぴったりはまった。それね、そういう話よく聞くんですよ、はい、俺もあったもん。探しに行ったんだ、本を、ちょっとある本を探しに行った時に、まあ古本屋に寄ったんですよ。何の気なしに、いつも洗濯しているコインランドリーの横にあった古本屋に寄ったんですよ。そうしたら目の前に存在した、あったんですよ。それを手に取って買ったりしたんですけど、やっぱまさにそれだ、落ちてきて、はい、それもう5冊目ぐらいです。もうあまりにも汚くなって、はいはい、もう二十何年前の本だからね。それまた新品買って、またあればまた新品買っといて、誰か悩んだ人は、うん、あ、これ読みなって渡したりとか。もう結構同じその本をずーっと読んでる。でも最初の本はもう一番ボロボロで線が書きまくってある、はいはい、でそれを自分にまたノートに書いて、書いて気になったやつをね、うん、それを繰り返ししてる本とかがあるんだけど、まあそういう意味でもね、昨日も結構わーっていう、こうこれだなっていうのがまた見つかったりとかして、ね、そうだからね、これまたちょっと、で最近は書かないでも写真とかに撮る風になっちゃってますけどね、はい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 、昔はちゃんと書いてたけど、うん、今、あ、気になったらちょっとすごいですよ、そういうのばっかり言ってますよ。あの昔ジャンボさんがもう飛行機で移動とか乗り物で移動の時もう必ず読書してたっていうのを、あの聞いたことあるんですけど、プロゴルファーの人って本読む人多いですか？いや今の子読まないんじゃないか、何を読んでいいか分かんないっていうから。それってよくね、俺もね、どんな本読んだらいいんですか。いやそんなんじゃなくて、本屋行って、うん、気になる言葉が書いてあったら手に取ればいいわけじゃない。そうしんごちゃんもやっぱそうでしょ、バーンとそうそうって気になるのをまず取って、その内容をちらっとめくってみて、はい、あと思ったら買うわけでしょ、はい、でそれでいいものがあったら線引、いい言葉があったら線引いてって、はい、それをさらにノートに書き出して忘れないようにとか、その時のテーマにしたりとかっていうことをやってるわけですね。だって読者の読って言葉を売るって書くわけです。そうなんですよ、はい、ってことはね、言葉にもなれるし、うん、それをこうね書いて売るっていうわけでしょ、はい、でそれはやっぱ人生のいい言葉が入ってきて、うん、それがこう、まあ変な話だけどお金に変わっていくってことじゃないですか、はい、だから僕は絶対読むべきだと思うんですよ。暇があったら絶対本読むべきなんです。もう一度、暇があったら本を読む、はい、正解です、はい、あの読むっていう感じ、ごんべんに売るじゃないですか、読むっていう感じなんですけど、あれ省略されてる字で、あの売るっていう下の足があるじゃないですか、はい、あれ実は買うっていう字なんですよ。はあ、言葉を売り返すっていうのが読むっていう字で、読むには推理するとか見抜くっていう意味なんですよ。だから本読むって未来を見抜くためにやるんですよ。正解です。ありがとうございます。いや、やっぱり本読んでる人の方がね、やっぱ、あ、言葉にこう重みとか深みとか、はい、あ、勉強してるなっていうのがすぐ分かるじゃないですか。あります。あの、で今の子たちって、ね、まあ、携帯ばっか見てるから、うんうん、深みがないんですよね。ただ、はい、知ってますとか、はい、でって言われてもそこから先は言葉が出てこないでしょ、はい、だから あれじゃダメでしょ、うん、で僕は思うんですよね。俺さっきの今の携帯ばっかり見てると本じゃなくてっていうところで、俺ね、プロゴルファーとかもう今の若い人たちは目の悪くなるのが早いと思うわ。いや、そりゃそう、そんな悪いもんないですもん。そしたらちょっとしたねブレが出てきますよね、グリーン上でも。ああ、それあるかもしれないな。上手くなりたかったら、強くなりたかったら、職業関係なしに本を読んでください、うん、基本、手本、見本の本でございます。本物の自分に出会ってください。本当です。じゃあ行きますか。行きましょう。はい。やりたいです。